ビリアにはクウェートでも一般的な料理である。クウェートのシャーワルマークウェートのサンブセククウェート料理はクウェートで主に食されている料理を指す。クウェート料理はクウェートの文化において重要な位置を占めている。クウェートの国民食として有名なビリアには米と鶏肉、羊肉、魚肉、卵、野菜、香辛料を炊き込んで作る。食事時に客を招待することも 一般的である。クウェート料理は中世アラブ料理、インド料理、イラン料理、地中海料理、ナジュド料理などの料理が融合してできている。また、食事の終わりには必ずと言っていいほどデーツと温かい、茶が出される。クウェート料理のもう一つの大きな特徴として、ペルシャ湾の新鮮な魚を使用する点が挙げられる。食材として、よく使用される魚としては、ズベーディーや、 ハームールが揚げられる。これらの魚は焼いたり揚げて食べるほか、ビリアニの材料としても使用される。他にも、サーフィー、チャナード、ソベーティーなどがよく食べられている。多くの場合、魚は米と共に供される。エビを除けば、魚以外の海産物を食べる習慣はなかった。クウェートの伝統的なパンは、フブズイーラーニーという名の大きなタイラパンである。 特別なオーブンで焼き、上にごまをまぶすことが多い。国内には非常に多くのフブズ屋があり、パン職人の多くはイラン人なので、このパンはイランのフブズと呼ばれている。フブズはしばしば魚醤の一種、マヒアーワと共に供される。クウェートの経済は外国人労働者に大きく依存しているため、クウェートでは多様な国の料理が食べられている。ゲルス・オンゲルイ。 ありがとうございます。